さて続いては視聴者の皆さんから届いたとっておきの桜をご紹介しますまずはこちらです道南七重町のまーちゃんさんからいただきました散歩コースにあるお寺の桜です、うん 去年一昨年と二年連続で桜吹雪を見ることができなかったんですが、今年は次女も一緒に桜吹雪見ることができました。めっち,ちゃ可愛いですね。ハル<ー> <laughs> とマウス<ー>いい、ね。続いて朝日川のハリネズミアイマックスさんからいただきました。ありがとうございます。朝日川もあちこちで桜満開でした。 このハリデズミ君の名前がおもちちゃんおもち君っていうんですけれどもおもちは初桜体験しましたかわいい <laughs> 今これ針り立ててないってことは癒されてるわけですよね桜にね相当癒されてるんでしょうね,ねかわい,い、えー、続きまして札幌市豊平区の美宇奈さんからいただきましたこれもいい写真自宅前の公園にある立派な桜、うん、息子は夫に肩車されて手元の図鑑と 桜の花を見比べて花の名前を調べているようことです。<ー>何この幸せな写真。お父さんがどんな表情してるか気になりますよね。<laughs> ね<え>おでこしか映ってないですけどね。ちょっと、ね、<laughs> さんと同じような満面の笑顔だと思います。すごい,い,い写真。はい、続いてイクさんからいただきました<お>ありがとうございます。<あ>浦川町です。先日優春桜ロードに桜を見に行ってきました。 朝早く行ったのでお馬さんはまだ中にいましたが桜の道は綺麗でしたこの芝生とのコントラストがいいですねしかもこのシーズンってねあの日高の方行ったら小馬のもね姿も見られるからねいいですよね今日も届けていただいた皆さんありがとうございました